はい、こんにちは、ライムです。ということで今回はバトルランキング騒乱の棋聖戦イエロースイカトンビリでバレットを使ってみよう。はい、ということで今回トンベリさんでやっていくんですが、昨日もねトンベリ動画をアップしたんですが、今回は結構大きく更新できたかなと思うので、こちらやってみたいなと思います。まあそうだね、今回はギルメンのね某方にひらめきによってちょっと上がったんですけど、はい、今回バレット編成でいきたいと思います。ということで敵のねまず詳細からお話ししていきます。今回、スイカトンベリさんについては、今回のあのバトル効果の影響でホースゲージとかこういったものを破壊することができませんので、火力がめちゃめちゃ高い。そしてあとスイカトンベリと、あとこのデスクロードに関しては物理攻撃しかやってこないというところが特徴。あとポイントはこのデスクローのレーザーが雷属性になっているんで、仏棒を上げて雷耐性持っていくと結構ダメージを抑えることができるってことだね。だから回復する必要もない、今回やってみたのはっていうことだね。もうひたすらで、あとあれだ、特徴としてこいつら一番 HP 高いキャラをターゲットして殴ってくるっていう習性があるので、今回はバレットにタンク役をやってもらって、ひたすらトンベリとデスクローの攻撃を引きつけて、その間に残りの2人でスイカトンベリを倒すっていう立ち回りだね。でバレットが全ての攻撃を引きつける、メリットっていうのが、ひたすら固くしておけば硬い敵にしか攻撃来ないってことは、火ダメを抑えられる、火ダメが抑えられるってことは火ダメスコアがめちゃめちゃ上げられるってことだね。それが一応昨日の動画との違いになってくるのかな。はい、なんで、まあ、同じような編成できるという方はぜひね、チャレンジしてほしいなと思います。はい、ということで、まあ、早速ちょっとバトル効果からか、バトル効果から見ていきましょう。今回こちらでステージレベル185、ボーナス合計プラス 825% になってます。でこの中で何を下げてるのかというと、ここだね、敵の HP のとこを 3000% のステージレベル35にしてる。ここだけだね下がってんの。あとは全部マックス状態にしてます。で今回の、まあ、厄介なところで言うと、味方の魔法コマンドアビリティのコストプラス2っていうものがあって、これマテリアのケアルラとか使っても ATB が6消費とか、まあ、その他回復とか使っても結構回復コストがめちゃめちゃ高くなってしまうっていう弱点があったんですけど、今回の編成に関しては一切回復を行いませんので、そこで、まあ、この魔法コマンドアビリティコストを無視することができるということで、何気に意外とね、魔法バフとか仏棒バフって大体魔法カテゴリーになってるものが多いんですけど、今回のバレットのアジテーションが実は物理系のアビリティになっているので、これが非常に助かる。アジテーション、しかも発動が早いっていうのも結構いいと思う。普通のなんか、まあ例えばマットとか犬とかのね魔法バフとかみたいな感じでモーション長いやつだったら間に合わなかったりするんだけど、アジテーション最速ぐらいで速いよね。結構全アビ中の中でも超速いので、やっぱ強いなと思ったね。はい、ということです。これ味方全体の仏棒ダイアップ、デスクローがめちゃめちゃ仏棒ダウンしてくるんで、これでまあ即座に上書きしていくような感じ。今回はねもうほぼバレットアジテーションしかしてない。ひたすらアジテーション、溜まったらとにかくアジテーションしてるだけだね。はい、ということでステータス見ていきましょう。まずバレット一番大事な人が HP が 17,994 で、大事なのは仏棒だね。仏棒268です。あ、よくよく考えるとこれもうちょい仏棒上げられるなと思ったん、あ、そっか、そうか、逆にここまで仏棒上げてるからちょっと HP に振ったんだった。そう、HP とね、仏棒はとにかく高ければ高いほどもちろんいいんですけど、HP も高ければ高いほどもちろんいいので、そういったことにしてます。はい。
で、仏棒はね、前の僕の仏棒の数値の検証動画、仏棒はダメージにどれぐらい軽減にできるのかっていう検証動画アップしてるんですけど、その方は見ていただければわかる通りですね、まあ、ある程度いった仏棒は結構、なんだろうな、数値が減衰していく傾向にあるんで、まあ、ここまで上げてしまうとほぼ効果がないので、それだったらまあ HP 上げようかなと思って HP に振ってる感じですね。はい。で、あとは、サブ武器だね。サブ武器が、レザーグローブ、仏棒アップと雷耐性アップ。これ前回のバトルランキングのそうですが、今回もめちゃめちゃ使えますね。はい。で、あとは、配布のジャンボホーク、HP アップ、仏棒アップ。それから、十字手裏剣のバフデバフ時間延長と HP アップ、助かってます。で、ライズアビ、HP アップレベル8、ぴったり65だね。あとは、ウェアの不屈の魂、ね、こちらもめちゃめちゃ使えます。あと、雷耐性アップレベル7。それから、仏棒アップレベル4、バフデバフ時間延長レベル3ということになってます。はい。それから、アタッカーっていうか、サブアタッカーだね。セフィロス、HP7839、仏甲6750、仏棒138ですね。で、メイン武器がハランです。で、あとはサブ武器で、シンラ刀1号。で、サブ武器が、ストリームセイバー、イルマティック、マリタイムソードという感じになってます。で、ライズアビ、バフデバフ時間延長、レベル2、水神の奥義、復興レベル7、水属性力アップレベル6、攻撃アップレベル6、アビ威力レベル3、物アビ威力レベル3と。そして、メインのグレン、HP7964、復興7236、物防126で。メインがストリームグレイブで、サブがスレイトデイ。そして、ブラックウィスカーに、ガイドグローブ、それからエネミーランチャー。で、ライズアビ、仏甲アップレベル7、水神の奥義、水属性力アップレベル8、仏アビ威力レベル6、攻撃アップレベル3という感じですね。はい。で、召喚中リバヤさんで行くと、とどめはもうやはりリバヤさんで、最大ダメージもね、そこで出していくような流れになります。以上、あとはやっていこう。で、また、こういった編成でやってほしいとかリクエストあったらね、ぜひよろしくお願いします。一応この後また、イリーナ編をね、また別編成でやろうかなと思ってるんで、はい、そうだね。では、参る。やってやろうじゃねえか。
訓練が